れた。え、取れた。え、取れた。え、出てこない。ジュかくどうも、カノンのんのん TV へようこそ、カノンです。はい、今日はですね、私の大好きな海外ガールを紹介していこうという企画になっているんですけど、私はですね、もともと海外ガールっぽいものが大好きで、映画だとハイスクールミュージカルとかクルーレスとかそういうのを見て育ってきたみたいな感じなんですけど、その中でも海外の雑誌とかおもちゃとか雑貨とかを集めるのがすごく好きでハマっているので、今回はその入門編ということでですね、海外で買うものもあるけど、日本で買える海外ガールになれちゃうグッズをたくさん紹介していければなと思っています。例えばカノンみたいな小物が好きだなっていうことか、あとちょっと人とは違うものを持ちたいなっていうことか、ちょっと個性的なものとかがたくさんあると思うので、みんなの参考になるような動画になればいいなと思っております。それではいろいろ紹介していきたいと思います。どうぞ。なんほうほう、海外ガールか、どんなんですか。この説明はこのマイクを使ってしていきたいんですけど、マイクにちょっと蓋をしようかな、食べちゃうから。はい、ということで、そもそも海外ガールとは何なのかということなんですけども、カノンの中の海外ガールはピンク色とかも派手派手なものに囲まれて生活したいっていうのがあるし、お部屋の色はすごくカラフルだったりとか、プリンセスみたいなティアラが好きとか、キラキラが好きとか、グリッターが好きとか、派手ってあればいいっていうわけではないんですよ。決してそんなすごいどぎついっていうわけではなくて、もう純粋に可愛いものっていうんですかね、あ、これが可愛いって思ったものが、私は結構海外のものとか輸入品みたいなんで多かったりしたのと、ちょっと子供っぽいというか、海外の男の子とか女の子とかのおもちゃ箱感というか、昔のヴィンテージのおもちゃとかもそうなんですけど、アメリカンテイストな小物を持っている子が私の中で海外ガールなのではないかなと思っています。あと海外ガールファッションとかもあるんですけど、私の思う海外ガールファッションはクルーレスに出てくる女の子たちの洋服とかもそうだし、ミーンガールズっていうドラマとかもあるんですけど、そういうのに出てくる女の子たちの洋服を参考に私の好きなテイストを作っているという感じです。本当にカラフルなお洋服を着てるけど、ガーリー感は抜けてないというか、すごいおしゃれでキャンディーみたいな色みたいな、私がリスペクトしてる女の子たちですねっていう感じです。はい、ということで今ここら辺に置いてあるものを紹介していこうっていう感じなんですけど、私の持ってるマイクはですね、これ実はファンの子にいただいたキャンディーなんですけど、こう棒付きキャンディーになってて、好きなキャンディーをここに刺すと好きなだけ回しながら食べれるというグッズになってるんですけど、ほらこうよーく見ると回ってるんですよ。見た目もすごく可愛いし、食べてても美味しいみたいな。見た目が可愛いもの、ちっちゃい赤ちゃんとかが持ってそうじゃないですか。こういうアイテムがすごく好きです。あと最初にかけてたこのサングラスなんですけど、これはキッズサイズです。フライングタイガーで買いました。じゃん。パワーパフガールズとかに出てきそうじゃない？ちょっと悪者っぽくないですか？かな。はい、それでは紹介していきます。まず最初にユニコーン。そうなんです、私ユニコーンがすごく好きで、ちっちゃい時からお部屋とかにもたくさんぬいぐるみとかも置いてあったり、マイリトルポニーの人形とかも置いてあるんですけど、これはレインボーダッシュっていうストラップですね。これはのんのんガールズちゃんにもらいました。いろんな種類あるんですけど、レインボーダッシュすごく可愛くて好き。そして、はい、私今日もカチューシャをつけてるんですけど、海外ガールといえば、カノンといえば、みたいな感じもあるんですけど、私すごくカチューシャが大好きで、もう何十本も集めてるんですけど、結構こういう、今つけてるのはベロアのものだったり、グリッターのものとかもあるんですけど、グリッターとか結構キラキラ系が、ザ、海外ガールというか、海外ガール感のあるものなのかなと思います。こんな感じ。ほら。つけるだけで結構キラキラ感が出るというか、海外のドラマに出てくるちょっと意地悪な女の子っぽくなれるから好きです。はい、これはナディアで買いました。1000円ちょっとぐらいかな。そしてこちらの細めのカチューシャなんですけど、これもちょっとグリッターが入ってるキラキラの薄ピンクって感じかな。これはクレアーズで買いました。これは4本セットぐらいなんですけど、いくらかちょっと忘れちゃったんですけど、4本セットなんですごくお得でした。でもちょっとキッズコーナーとかに行ったらあると思います。プラザとかでもそうなんですけど、結構海外ガールっぽいグッズとか、私の好きなキラキラとかグリッター系のものとかって、だいたいキッズコーナーに行ったら揃う気がします。でこれはこうやって2つつけても可愛いと思うし、1つずつでつけても可愛いので、こういうのは好きです。はい、そんな感じですね、カチューシャは。あと私パーカーがすごく好きなんですけど、見て、ギャングベイビーって書いてある。これは
知り合いの方にいただいたトレーナーなんですけど、すごく可愛くて、やっぱりパーカーとかも1枚こういうカラフルなものを持ってると海外の女の子っぽくなれたり、これはちょっと付け方的におかしいんですけど、こういうフード系のついてるものとかも大好きですね。そしてそしてこちら、私の大好きな海外の雑誌ですね。こういう輸入雑誌とかは割と大きい本屋さんとかに行くとゲットできるんですけど、これは海外のセブンティーンですね。何を書いているかは割と読めないことも多いんですけど、まあ、よーくこうやって読むと理解できるので英語の勉強にもなると思って読んでます。海外の雑誌の中でも中学生雑誌とか、まあ、高校生ぐらいの雑誌だと多分英語の単語とかでちょうど私たちが学校で習っているような内容と同じような内容が出てくるので大体わかります、頑張って読めば。あと海外の雑誌は中身がすごく派手なんですよ。こうやってカレンダー方式になってたりとか、結構絵とか写真とかがわかりやすいので、文章だけじゃなくても絵で、あ、これはこういう内容なんだなっていうのが読み取れたりするので、すごく見た目も可愛いし読んでてもお勉強になるのでいいと思います。英語が読める読めないではなく、可愛いと感じたものを買うみたいな感じにしているので、人の目とかはあまり気にしてないかもしれないです。カノンが好きなものはもうこれですっていうのがすごく決まってたりするので、昔から割と性格的には好きなものは貫くタイプでした。可愛いものはもう素直にずっと一生可愛いと思い続けていくタイプだと思います。だからこういうのは買い続けたいと思います。そう、これも海外の雑誌なんですけど、洋書が売ってる本屋さんで買ったんですけど、中身の内容とか色味とかがすごく可愛い本で、すごいお気に入りのものだけ結構前に買ったものでも残すようにしてます。あとこうやって海外の雑誌で結構多いのが、中身のページが半分以上こう使われて特大ポスターになるみたいなのが結構あって、例えばこういう感じでこう表と裏をこうやってつなげると1枚の大きいポスターになるみたいなのがあったりするので、どうしても売買できないというか、どうしてもいろいろ買っちゃいますね。買っちゃうし見ちゃうし、色味がもう可愛すぎるのでずっと保管しておきたくなっちゃいます。はい、3種類で言うとこんな感じです。シュッシュッ、はい、なんなん。そしてここのポーチに入っているものなんですけど、このポーチもさくらんぼちゃんのポーチなんですけど、これはファンの子にいただきました。ここに入ってるのがマスキングテープとかシールとかステッカーとか、私ステッカーを集めるのもすごく好きで、これはラズベリーパイのなんですけど、キラキラ感の強いステッカーとか、あとこれはデコができるボコッとしたタイプのシールだったり、あとこれはもう私の好きな画像とか、あとカノンが撮った写真で可愛いなって思ったものとかをプリントアウトして写真にするようにしてます。とあとオーロラっぽいピンクのラメのマスキングテープなんですけど、マスキングテープを紹介するときにこの紹介の仕方ってしますか？ちょっと今不思議に思っちゃったんですけど、まあ、このマスキングテープかな。マスキングテープは例えば雑誌とかノートとかをデコるときに端っこにこうやってピーって引いたり、お誕生日のカードとかメッセージカードとかを書くときに周りをデコったり、割とお部屋にもマスキングテープで今日の目標っていうよりも、もう今月の目標みたいな結構大きめの目標を決めたときにそれにつけるようにしてます。私アイスクリームが大好きなんですけど、アイスクリームを一回やめなければこの顔の腫れは引かないだろうって思ったんですよ。もともと丸顔にもかかわらず、もっともっともっとすっごいことになったっていうのが悪夢すぎて夢に出てきたんですよ。私の丸い顔が悲しくなってしまって、悪夢すぎて朝起きたら泣いてるという状況が起きたので、それをまあ回避するためにアイスクリームを1ヶ月間はやめました。それを叶えた時に貼りました。続いてですね、アクセサリーなんですけど、海外ガールといえばみたいな私の中でなんですけど、チョーカーとか、あとシルバー系のアクセサリー、ゴールドとかもそうなんですけど、首に結構ぴったりめにくっついてるアクセとかが多いのかなっていうイメージで、これは結構普通のネックレスなんですけど、子供用なんですよ。キッズサイズっぽくなってるので、私たちがつけるとちょうどチョーカーまでにはいかないけど結構短めのネックレスになるので、これはチョーカー風に使ってます。これは私が本当にちっちゃい時に買ってもらったもので、ちっちゃい時はもう普通のネックレスとして使ってたものなんですけど、小学生ぐらいの時に。あとはこういうチョーカーとかも、これはグリッターチョーカーなんですけど、これはバブルスで買いました。そしてこちらのネックレスはですね、すごく可愛くて、プリンセスって書いてあるんですけど、このプリンセスの P の下に揺れるハートがついてるんですよ。じゃん、これがすごく可愛くて、これはクレアーズで買いました。結構ピンク系のこういうアクセサリーは黒系のお洋服を着た時とか、首元が開いてるお洋服を着た時につけることが多いですね。そしてそして、あ、可愛い、できました、できましたじゃん、出てきました、こちらの可愛い、ダダーン、
マイリトルポニーのガムの出てくるガチャガチャみたいな感じなんですけど、ハワイとかに行くとこういうガムとかがもういろんな至る所に置いてあったりするので、そんなちっちゃいバージョンって感じですね。こうやってここのネジをこうひねっていくと、これ勢いよく出るからな、怖いんだよな。いきます。あ、来た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 ゲットしましたギリギリゲットしたんですけど、うん、ガムですね。ぶどう味のガム。はい、という感じでガムがたくさん出てくる機械でした。はい、続いてはこのチェキなんですけど、もともと白のチェキを使ってたんですけど、このチェキをですね、新しくお友達にプレゼントしてもらって、それからこのピンクちゃんを使ってるんですけど、普通のチェキだとやっぱりなんか普通な感じになってしまうかなっていうことで、私はデコレーションしました。こんな感じ。このシール系は全部プラザで購入しました。ユニコーンとかハートのキラキラとか、こっち側のお城とか、後ろまでユニコーンとハートとプリンセスと、これはなんだ、宝箱ですね。これでこうやってカチャッてする感じでこれを使ってます。やっぱこうやって何でも空白があるとデコレーションしたくなるというか、可愛くキラキラにしたくなってしまうので、私は何かしらデコりがちですね。はい、1枚撮ってみたいと思います。これつけて撮ろう。シュールすぎませんか？一人でチェキを撮る時間をみんなに見ていただくなんて。あ、撮れた。え、撮れた。え、撮れた。え、出てこない。え、出てこないぞ。出てこない。ということで、壊れていました。私、いつ使ったんだろう、最後。夏は撮れてた。ちゃんと出てきてた。ということで、入ってなかったですね。終わりですなんなんなん。はい、ということで一通りアイテムを紹介していったんですけど、どうだったでしょうか。カノンの考えた海外ガールはこうだよっていう感じの入門編だったんですけど、なんかもうこれがカノンだっていうのを分かっていただけたらいいなっていうのがすごくあります。これがカノンだって、まあそうだな、これがカノンだって感じですね。はい、こういう海外アイテムとかはですね、海外でなくても売ってまして、先ほども言ったんですけど、プラザとかフライングタイガーとかトイザラスとかにも売ってたり、あとアマゾンとかにはね、海外輸入とかで入ってたりするし、こういう海外の雑誌とかは日本でも売ってたり、洋書屋さんとかに行ったら売ってたりもするんですけど、ちょっと廃刊になってるものとかもあるので、まあ私のおすすめはプラザとかフライングタイガーとかフレアーズもだし、トイザラスとかもなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。入門編だったということで、今回はこんな感じだったんですけど、皆さんが入門だけではなく海外ガール中級編も見たいよっていう声がもしございましたら、ぜひぜひコメントをしてください。すごいやりたいんですけど、みんなこれどう思うかなってすごく思うのでもし見たいよってなったら書いてください。そして海外ガールになってください。なんか今だとカノン一人ぼっちみたいなところがあるのでぜひみんなも好きになってもらえたら嬉しいなと思います。はい、そんな感じで、やっぱこうやってもっともっとカノンらしいアイテムとかをみんなが見たいよということであれば、すごく紹介したいなっていう気持ちは山々なので、次の動画も楽しみにしていてください。今回も最後まで動画を見てくださりありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてください。以上、カノンでした。バイバーイ。